ケリー・ブライアン・ショパックは、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワース出身のプロ野球選手。宇藤右ミギベーラー大学から2001年のドラフト2巡目で、ボストン・レッドソックスに入団。2005年にメジャーデビューを果たすも、9試合の出場で、無安打だ,だった。オフにココクリスプ、ジョシュバード、デビット・リスキーとの交換で、ギレルモモタ。 アンディ・マルテラと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2008年には、ビクター・マルティネスの離脱により、正捕手を務め、自己最高の21本塁が、オプス865を記録。2009年12月1日、ミッチタルボットとのトレードで、タンパベイレーズに移籍した。2011年は、打率が196だった前年をさらに下回る。 176だったが、本類打は2年ぶりに2桁をマーク。テキサスレンジャーズとの地区シリーズ第1戦では、日本類打を含む3アンダゴー5打点と爆発し、勝利に貢献した。同年12月13日、フルスレッドソックスと1年契約総額135万ドルで、合意。ジャロット・サルタラ・マッキアのバックアップを任せられる。2012年8月14日、トレードで、 ニューヨークメッツへ移籍。17日には移籍5発ホームランを放った。2013年2月7日にシアトルマリナーズと1年契約総額150万ドルプラス歴高払いで契約した。しかし6月に戦力外となった。2013年7月3日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。7月31日に FA となった。 2013年8月12日にピッツバーグパイレーツと契約。8月28日に放出された。2013年8月30日にクリーブランドインディアンスと契約。10月31日に FA となった。ありがとうございます。